携帯もう本当に大切にして。今むき出し状態なんでちょっと怖いよね。危険ですということで、皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はまたやってしまいました。ということで、あのですね、前回もこのことを動画にしたんですけど、皆さんわかりますかね。まあ、これだけじゃわからないかな。わかんないよということで、またね、スマホを壊してしまう。壊してはないね。壊してないな。今回は何？怪我してし、怪我？まあ、人間で言う怪我だよね。携帯を割ってしまったっていうのかな、が一番わかりやすいかな。割るまで言ってなくない？じゃあ携帯を、まあ、傷つけちゃった、傷つけちゃったっていう動画ですね。前回は違う、前々回はお風呂に水没させて、もう人間で病院行き人間で病院行きで、はい、まあ、修理出したんですけど、その動画もあるよね。あります。で、前回が落として画面が黒くなったっていうので、もう一回あの病院修理に出したんですよ。そうです。それでもう綺麗ピカピカな状態で友達に会って遊びに行ったんですね。友達とね、遊ぶ約束をしてて、私この携帯をカバンに入れてね、あの持ってったんですよ。それで遊ぶじゃないですか。それで鬼ごっこするってことになったんですけど、みんなカバンまとめて玄関に置いとくみたいになって、めっちゃ外じゃないですか。玄関って中じゃなくて外なの。どっからでも盗まれるような、そんなところで置いといて、超目立つの、道路のここでめっちゃ目立つみたいな。それで友達も携帯を持って走ってるのから、私もちょっと取られたくなかったので携帯を持ってこう走ってたんですよ。で、鬼ごっこしてたの。そう、ポケットとかなくて。ああ、そうだね。それでもうこれでこう走ってて、そしたらつまずいて転んじゃったんですよ。そしたらこの携帯どうなると思います？こうなるんですよ、手をつくためにガーン、おーみたいな。最悪やそれで、あの携帯が犠牲になって、両手は無事だったんですけど、携帯を犠牲にしてしまいまして、ちょっとね、傷ついちゃったかなみたいな感じです。当時は本当に怖くて、もう一回やっちゃうのが、あーもうね、もう壊しまくって、この修理代だけで1回目が多分3万ぐらいで、2回目も2万いってて、この携帯の修理代だけで5万かかってるんですよ。皆さん、もうパパもママもプンプンカンカンですよ本当に。シビアになってたんで、だから本当にもう怖くて怖くてたまらなくて、しーちゃんからその時 LINE が来たんですよ。その時なんかもうめっちゃ焦ってる感じで、やっちゃったみたいな、やっちゃったって3回ぐらいやっちゃったどうしようみたいなね。もうこっちとしては何やっちゃったのみたいな。でしかも漢字がちょっと動画にはあの表せられないんですけど、やだすごい漢字を使われてたんですよ。みんな想像してください、やっちゃったって変換してみてください。やばい漢字出てくるから、その漢字がそのまま送られてきたんですよ。ごじった本人はごじったつもりなんですけど、こっちはそんなごじったなんて分かんないから、何誰をやっちゃったのみたいな、もう本当にびっくりして、すぐであの返信したんだけど反応がなかったから、もうママもびっくりして超電話して、ずっと焦ってて、したら向こうでムシムシみたいな、普通に出てみたいな、何しちゃったのみたいなね。怖かった、もうほんとびっくりして、怖かった、何やっちゃったのみたいな、ママもね、あのねみたいな言ってたよね。だってあのすごいね、うん、もう怖くて焦っててやっちゃった、どうしようみたいな。そう、なんかやっちゃったし かあの LINE 来なくて、なんかちゃんと内容入れてくれればいいのに、やっちゃったどうしよう、やっちゃったしか入ってなくて、そんなの LINE できたらびっくりするじゃないですか。それで、ね、焦ったせいかさらにごじっちゃって、そう、怖い文字が使われてたんですよ。みんなやっちゃったって変換してみてください。怖い文字出てきますから。それで、あのママから電話がかかってきた時、終わったなと思ったの、うん、私。ああ、怒られるなって。言い訳とか考えてないし。うん、いや、言い訳できないでしょ。
それで帰って説明するじゃん。あ、そう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 。まあでもその時も軽く状況は聞いて、で帰ってきてからね、うん、よくね聞いて。そうなんですよ。そうなんです、ね。それでとぼけようかなとか一瞬ネタに走ろうかなとか迷ったけど、こういう時はちゃんと伝えるのが一番だなと思って。当たり前でしょう。そんなネタに走ってどうすんのよ。意味わかんないんだけど。友達と考えたんよ、帰りに。あ、友達もに言ったの、どうしようって。うん、怒られるって。うん、さ、友達なんて言ってくれたの。なんだっけな、大丈夫だよって、そういう感じ。いや、ネタに走ろうみたいな話。ネタに走ろうって友達に言われたの。友達に言われて、あ、いいねっつって、で、なんかね、すごいギャグ線高い言い訳をお母さんに言うみたいな。へ、うん、てでも忘れちゃったのね。てってれーって怒られたらもう家から追い出すよ、ほんと。携帯けど私はそれを無視して、うん、ママにちゃんと伝えたって、ね、そりゃそうだよ、てってれーとか言われたらさ、やめてんのみたいな、壊しましたみたいな、ね、まあね、どこが傷ついたんですよ。まあでも画面はもう今変えちゃったんで、大丈夫なんですか。いや、これ変えた後から。あ、そっか、うん、こう周りですね、黒い周りちょっと分かりづらいから後で傷の部分だけ、ここのね、ここの白部分ね、そんな目立たないでしょ。言われなきゃそんなに目立てはしないんだけど、でもやっぱりこう傷がついてるってよく見ると分かるんですよ。なんかこう、なんていうの、地面にすりつけた傷っていうの、こっち側もね、両方、両脇なんか傷ついてるんですよ、よく見るとね。はい、気をつけてくださいね、今後は。もう今後はね、自分のお金で直してもらえますからね、なんかあったら。わかりましたか。うわ、それぐらい大切に扱ってください、本当に。大切にしてるんだよ。もう全然してないでしょ。だから大切にしてるからこそ、こう握りしめてたんでしょ。飛んでないんだよ、手でこうやってこうついたの。だから私、大切だと思ってたからこそ握りしめてたわけよ。うん、コロン、なんか飛んじゃったとかなら大切にしないなってわかるじゃん。大切にしてるからこう握りしめてたの、私は。いや、転ばないようにしよう、ね、それで転んじゃって、体と一緒にこの携帯もダーンだよ。私、これは仕方ないと思う、今回のは。落としちゃったとかのはまだ握りしめてなかったから、愛情が足りなかったから。じゃあ、今回はそうだけど、前回があるか、あなたは。2回も。高額な修理代がかかった前科があるので、はい。そうなってしまいますよね、やっぱりこの件に関してはパパもママもね、あれなんですよ。すいません、本当に申し訳ございます。本当に申し訳ございますって言った今。なんでもないです、ちょっと今何でもないです。はい、反省してくださいね。反省っていうか、やっぱ今後本当に気をつけようねってことを。いや、もうお年玉もらってお金も増えたんだし、今度修理必要で、これはしほちゃんがどうしても悪いなって思うようなことだったら、自分のお金で直してもらえますからね。もうまずはあれだよね、それをね、踏まえてまずはケースをつけたいと思います。そうだね、むき出しはちょっと危険なんで。確かにむき出しで割れちゃう場合もあるんだよね。こうケースとか保護のこのガラスとかで守られる部分ってすごい多いから、うん、まあ、これ周りはしょうがないけどね、この今回周りだから。でもママとかはケースで周りをかぶせれるの。あ、でもダメだ、ちょっとこう本体が見えるよね、やっぱケースとあれしてても。だからまずはケース買って。そうだね、保護したいなと思います。はい、ということで終わりでいいですか。じゃあ決意を、この動画に決意表明お願いします、最後に。私、千穂は今後、携帯を壊さないことを誓います。バイバーイ。頑張ってください。このさ、この待ち受けは誰ですか。サイゼリアの、あの間違い探しの男の子なんですけど、めっちゃ可愛いと、サイゼリア友達行ってめちゃくちゃ可愛いと思って、サイゼリア行った友達とお揃いにした。何何誰。ちょ友達から LINE 来ちゃった。友達から
タイムリーに LINE が。ちょっとクラスの友達。なんで、ちょっと、はい。かわいいでしょ？友達も撮ったの？そう、友達も撮って。LINE のさ、名前の下になんかメッセージかけるとかじゃん。あそこもお揃いにして。なんてしたの？魔法戦士しほちゃんず。魔法戦士しほちゃんずっていうのを書いて、で友達も魔法戦士名前ちゃんずみたいな、お揃いにして。何魔法戦士って。可愛いかな。可愛いんだ。ほらあのさ、小さい頃さ、あの女の子とかってさ、プリンセスとかさ、魔法使いとかに憧れると思うんですよ。だいぶちっちゃい頃ね。プリキュアとかさ、だいぶちっちゃい頃ね、幼稚園児とかだね。それで。やっぱ女の子って必ず一回は憧れるんですね。なので大人になってもその憧れる気持ちっていうのは多分ずっとここにあると思ってて、なので、うん、プリンセスとか魔法使いにはもう憧れてるから、ちょっと魔法戦士ということで戦うよみたいな、魔法を使って敵を倒すよみたいな、そういう意味でねつきました。